お疲れ様です。6月21日朝7時のコイン月光チェックでございます。えー、まずはね、コインの取扱い件数がまた増えまして、14,812になってます。取引上も若干増えてね、1,138ですね。時価総額は395兆円ということで、400兆円を切ってますから、安い水準というふうにね、言うことができるんじゃないかなと思います。えー、ちょっと前までもっとね、 下回っていたんですけどもだいたそこがですね370兆円天井が430兆円で上下推移してるのかなってとこですよねでビットコインが51%のドミネーションイーサリアムがさらに増やして17%のドミネーションを持っていますいやだからねビットコインとイーサリアムでたい7割ぐらいの市場を作ってるんですよねでその他残り3割に1万数千個のアルトコインがひしめいてるという状況ですね ですんで、アルトコインが少々増えたところで、出来高にはそんなに影響しないんですよ。やっぱり出来高を操ってるものは、トップ10ランキングのコイン、えー、とりわけビットコインとイースライムの2つがあ支配権を握ってるのかなと思います。で、今回はね、こちらの最大の利益者のところを見てみたいんですけども、エンリーチっていう、前々からね、チェックしていたコインが580%増ということで、かなりの値を出しています。ちょっとクリックしてみましょう。エンリーチっていうのは何かなと。 これ段階的にガンガンガン上がってるコインなんですよね。で、えー、とこれをね、1ヶ月で見ると、ご覧のように、まだ2000円を超えていた時期もあるんですよ。で、3ヶ月で見ると、はい、えー、ブレイクした後にもう一回山が今できているところですね。1年間通じてみるとこんな感じで、マックスはどうでしょうか。はい、途中で1000円前後になった時もあったみたいですね。まあ、これが落ち着いて、えー、最近ね、またこの数ヶ月で、 膨張しててて前よりも高値を作ってるっることになりますこれはちょっとね、要チェックですね。で、エンリーチはどんなコインなのか、どこで購入できるのかなってことですけども、ビショングっていうところですね。それか、スシスワップとユニスワップというところでも取引できるみたいです。えー、で、1日の取引量なんですけども、ここに書いてますね。そんなに多くはないと。で、過去最高値っていうのが出てますけども、 2 0 6 2000円とということですかね、えー、2円だもんね。結構だよね。うん、まあ、そんなところで、軽く情報が見れることですね。で、全体をまた見てみますと、ビットコインインサリアムと、なんか回復基調にあるコインが多いですね。リプルももうすぐで80円ですしね。我らが居犬は、あ1月の価格の2倍まで落ち着いたかなってことです。カルダノは 60円を割らないように何とか頑張っていただいているってところですか、うん。はい、それでは以上ですね。今日のコインゲッコチェック終わりです。毎日ね、このぐらいの3分チェックをしていきましょう。